に行きましょう。ここですね。覚悟はできてんだろうな。やられる覚悟はできてんだろうな。ここが盗賊団のアジトか。行こう。準備はいい？おら！盗賊団ってのはてめえらか！あ、ガジル君待って！ん？なんだてめえら。って、まさかガジル？それにエレメント4のジュビア。元同僚として、そしてフェアリーテールの魔導士として、あなたの悪事は見過ごせません。そうか。てめえら、ファントムロードを裏切って敵だったはずのフェアリーテイルに入ったんだったな。ギヒ、潰されちまったギルドを裏切るもクソもねえだろうね。へっ、違いねえ。俺も何年も前に潰れたギルドなんてもうどうでもいい。こうして別のやり方で稼いでいけてるしな。なあ、お前らもよ、そんなギルドなんか捨ててまた俺と手を組まねえか。そんなギルド？そうさ、表の魔導士ギルドなんざくだらねえ。裏の世界で覇権を取ろうぜ。俺たちでよ。ジュビアたちが行けばもしかしたら話し合いで解決できるのではと少しは期待していたのですが、フェアリーテールをバカにすることは許さない。フェアリーテールの一員として力ずくであなたたちを成敗します。ギヒ、そうかよ。おい野郎ども、こいつらを生かして返すな。やられる覚悟はできてんだろうな。血流層鬼神。かかってこいよ、ギヒ。
滅羅戦。これならウォーターサイクロン。かかってこいよ。滅羅戦。楽勝だな、ギヒ。口ほどにもない。これに懲りたら次は真っ当な仕事で稼いでください。ギヒ、その前に塀の向こうでのお勤めが待ってるがな。どこに行きましょう。ここですね。ガジル君、ありがとう。付き合ってくれて。別に気にすんな。俺にも無関係じゃねえことだったからな。フェアリーテイルに入らなきゃ俺もああなってたかもしれねえ。そういう意味じゃ誘ってくれたてめえには感謝してるよ、ガジル君。そうだね。ガジル君、一人にしておくと何するかわからないからほっとけなくって。人を子供か何か見て言うんじゃねえよ。でもガジル君よかったね。ギルドにもちゃんと馴染めて。お、なんだ二人とも、そんなとこで何話してんだ。クレイ様、違うんです。これは浮気とかではないんです。ちゃんと説明しますから。お、おう、ギヒ、そっちこそよかったな。ガジル、どうしたの？なんかイライラしてるっぽいけど。あー、なんか今度ギルドのライブで演奏するための新曲を作ってるらしいんだけど、なかなかアイディア出ないみたい。あー、なるほど。最初はギルドに馴染むために演奏してたんだと思ってたけど、普通に音楽好きなのね。下手の横好きだけどね。ま、今はそっとしておいてあげた方がいいよ。そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。何か力になってあげられないかな。あれ、シェリオ、どうしたの？ギルドに何か用事？あ、ウェンディ、ちょっとお仕事でね。実はこういう依頼を受けてて。強盗グループの撃退？物騒だね。シェリア、こんなお仕事してるんだ。ちょっと前から追いかけてるんだけど、その強盗グループがこの町まで逃げてきちゃったの。え？大変。どうしよう。ごめんね。私がなかなか捕まえられなかったせいで。でも今度こそ見つけて捕まえちゃうから。シェリアのせいじゃないよ。悪いのは強盗の方なんだから。私も手伝うよ。ちょっと怖いけど、この町のため、シェリアのためだもん。え、でもいいの？危ない目に遭うかもしれないよ。シェリアだって同じでしょ。私の知らないところでシェリアが傷つくぐらいなら私も一緒に行きたい。ウェンディ、ありがとう。じゃあ頼んでもいいかな。うん、一緒に頑張ろう。コグロ、どうした？うちのギルドに何か用か？ああ、エルサ。いや、実は刀の手入れに使う油を切らしてしまったんだ。それでこの町にまで買いに来たのか？
有名な刀剣用品の店でもあっただろうか。いや、この町ではなく、ここから北西にある箱部山に良い油が取れるモンスターがいると聞いて。なるほどな。よし、それじゃあ私が取ってきてやる。あ、いや、別にそういうつもりで話したのではないが。ドラゴン退治の時に加勢してくれたお礼と思ってくれ。いろいろと気苦労もかけてしまったしな。そうか。ではよろしく頼む。ミラさんから何かアドバイスしてあげられませんか。ほら、ミラさんが前にギルドで演奏してた曲どれも良かったので。そうね、演奏するのと作曲するのとはまた違うと思うけど。そうだ、参考になるかはわからないけど、私が前に演奏した曲の楽譜をあげる。渡してあげて。いいんですか。ありがとうございます。作曲のアドバイス？そうそう、ラクサスっていつも音楽聴いてるでしょ。何かわからないかなと思って。俺は聴く専門だ、作曲なんてわからねえよ。読書家が全員小説家になるわけじゃねえだろ。ごもっとも。ま、普段俺が聴いてる魔導式音楽プレイヤーを貸すくらいはしてやるよ。参考になるかはわからねえかな。よし。ただいま。ねえガジル、ちょっといい？なんだよ、俺は今忙しいんだが。新曲のアイデア練ってるんでしょ。参考になるかと思っていろいろ集めてきたよ。なんでてめえが知ってるんだ。レビィちゃんから聞いたの。ミラさんからもらった楽譜でしょ。それからラクサスに借りてきた音楽ラクリマ。俺にこれを？どうしてわざわざ。まあ同じく道を志す者同士共感したっていうか、手伝ってあげたくなったの。おせっかいだったらごめんね。ギヒ、まあくれるってんならもらっておくがね。頑張ってね。新曲ができた暁にはてめえをバックダンサーに起用してやるからな。楽しみにしとけ。それは遠慮させて。おいルーシー、見てくれよこれ。どうしたの？って大きい卵。
ナイツとオイラが山で見つけたんだ。きっとすげえやつが生まれてくるぞ。もしかしたらオイラの仲間かもしれないね。え？返すつもりなのそれ？モンスターの卵とかだったらどうするのよ。大丈夫だろう、きっと。よし、しばらく仕事を休んで卵の世話だ。ダメよ、仕事をサボっちゃ。仕事に行ってる間は誰かに頼めば。ルーシーは真面目だな。そうだな、頼めるやついるか。違う、これも違う、違う。私の求めるパルファムはこんなものではない。やはりこの思考のパルファムを完成させるにはあの花が必要なのか。しかしあれは森にごく稀にしか咲かないという。どうやって手に入れたものだろうか。あれ、どうしたの。ずいぶん声の大きな独り言だけど。新しい魔法の開発をしてるらしいわよ。でもなかなかうまくいかないみたいね。なんでうちのギルドに来てまでやってんのかね。必要な素材がこの辺りで取れるんじゃない。そういう奴らは見てないな。ごめんね、ウェンディちゃん、力になれなくて。そうですか、ありがとうございます。なかなか情報がつかめないね。一体どこに隠れているんだろう。誰か助けてくれ。あ、何、今誰かの声が。あっちの方から聞こえたよ。誰か。大丈夫ですか。はい、怪我してる。今直しますから。一体何があったの。歩いていたらいきなり誰かに襲われたんだ。やつら俺の大切な荷物を。くそー、それってまさか。うん、多分そうだと思う。犯人がどっちへ行ったかわかる。あっちの路地の方へ逃げていった。ってまさかジュウちゃんたち起きた。危ないぞ。ご心配なく、それが私たちのお仕事だから。よし、治療も終わりました。シェリア、急ごう。よし。ん？いた、あそこ。
間違いない。私が追いかけてた人たちだ。けえ、あいつはラミオスケイルの。ここまで追ってきやがったのか。もう逃げ場はありませんよ。荷物を返してください。ちぇ、行き止まりか。しょうがねえ、力ずくで突破するぞ。ウェンディが愛するこの町で悪いことはさせないよ。よし、行くよ。まさか俺たちが捕まるとは。なんとか無事に捕まえられた。よかったね。さっきの人の荷物も取り戻せたし、早く返してあげないと。おーい、君たち。あ、さっきのよー、ウェンディちゃん、お手柄だったね。ちっちゃくてもさすがフェアリーテイルの魔導士だな。人が集まっちゃったね。ウェンディの人気のおかげかな。うん、なんだか恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないよ。みんな喜んでくれてるんだから。やっぱりフェアリーテイルはこの町に愛されてるんだね。隣にいるのはもしかして大魔党演舞に出てたラミアスケールの。本当だ、ウェンディちゃんと戦ってた。大会見てたぜ。やっぱり強いんだな。ありがとう。あ、やっぱり言われるとちょっと恥ずかしいかも。荷物取り返してくれたんだね。ありがとう。しかしギルドの魔導士だったとは。心配したのは失礼だったかな。いえ、どういたしまして。荷物が無事でよかったです。それじゃあ私たちはこれで。帰ってきましたね。お疲れ様、ウェンディ。手伝ってくれてありがとね。うんうん、無事に終わってよかったよ。ねえウェンディ、お仕事を手伝ってもらった後で悪いけど、もう一つお願いしてもいい？あ、どうしたの？改まって。今日ウェンディと一緒にお仕事をして、ううん、その前にもこのギルドやこの町のことをいろいろ知って、私ウェンディのこと、フェアリーテイルのこと、もっともっと知りたくなっちゃった。だってここにはたくさんの愛が溢れてるんだもの。シェリア。うん、そうだね。私もこのギルドやこの町のみんなが大好きね。だからお願い、また一緒にお仕事しようよ。私にもっとここにある愛を教えて。うん、私ももっとシェリアと一緒にいたい。これからもよろしくね、ウェンディ。大きなため息ついちゃって。ミラさん、今さら大魔党演舞のことを思い出してたんですけど、私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって。相
相手も悪かったし。でも私悔しかって。まあまあ落ち込んでないで、気分転換にお仕事でも行ってきたら。ほらこの依頼なんかいいんじゃない。そうします。頑張ってきてね。全然見つからない。フロシュ、お前が探している幻のカエルはこの辺りにいるんだよな。うん、この地図に書いてあった、この辺り。確かにマグノリアの南側。いや違う、フロシュ、地図が逆さまだ。道理で見つからないわけだ。フロンはさま、しょうがない。ここで少し休憩したらまた探しに行こう。Okay.
Look!